皆さんこんにちは。私は十条キリスト教会の牧師細井誠です。今日は5月29日水曜日、列王記第一22章の13節から28節まで、危機を免れられる最後のチャンスと題して御言葉を分かちしたいと思います。列王記第一22章13節から28節。ミカヤを呼びに行った使者はミカヤに告げた。いいですか、預言者たちは口を揃えて王に対して良いことを述べています。どうかあなたも彼らと同じように語り良いことを述べてください。ミカヤは答えた。主は生きておられる。主が私に告げられることをそのまま述べよう。彼が王のもとに着くと、王は彼に言った。ミカヤ、我々はラモテ・ギルアデに戦いに行くべきか、それともやめるべきか。彼は王に答えた。あなたは攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。王は彼に言った。私が何度お前に誓わせたら、お前は主の名によって真実だけを私に告げるようになるのか。彼は答えた。私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た。まるで羊飼いのいない羊の群れのように。その時、主はこう言われた。彼らには主人がいない。彼らをそれぞれ自分の家に無事に帰らせよ。イスラエルの王はヨシャファテに言った。あなたに言ったではありませんか。彼は私について良いことは予言せず、悪いことばかりを予言すると。ミカヤは言った。それゆえ、主の言葉を聞きなさい。私は主が御座につき、天の万軍がその右左に立っているのを見ました。そして、主は言われました。アハブを惑わして攻め上らせ、ラモテ・ギルアデで倒れさせるのは誰か。すると、ある者はああしよう、別の者はこうしようと言いました。一人の霊が進み出て、主の前に立ち、この私が彼を惑わしますと言うと、主は彼に、どのようにやるのかとお尋ねになりました。彼は答えました。私が出て行って、彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となります。主は、きっとあなたは惑わすことができる。出て行ってその通りにせよ、と言われました。今ご覧の通り、主はここにいるあなたのすべての預言者の口に、偽りを言う霊を授けられました。主はあなたに下る災いを告げられたのです。ケナアナの子ゼデキヤが近寄ってきて、ミカヤの方を殴りつけていった。どのようにして主の霊が私を離れ、お前に語ったというのか。ミカヤは答えた。あなたが奥の間に入って身を隠すその日に、あなたは思い知ることになる。イスラエルの王は言った。ミカヤを捕らえよ。町の長アモンと王の子ヨアシュのもとに連れて行き、王がこう命じたと言え、この男を獄屋に入れ、私が無事に帰るまで、わずかなパンとわずかな水だけ与えておけ。ミカヤは言った。もしも
あなたが無事に戻ってくることがあるなら、主は私によって語られなかったということです。そして、すべての民よ、聞きなさい、と言った。今日のところは、ついに使者がですね、ミカヤのところに来ているところから始まります。ミカヤはこの使者の言葉を聞くんですね。どんなことを聞いたかというと、13節でいいですか。預言者たちは皆口を揃えて王様にいいことだけ言ってますからね。よろしくお願いしますよ。どうかあなたも彼らと同じように語り、良いことを述べてくださいというふうにして言っています。もう絶対に違うこと言わないでくださいね、お願いしますから、というふうに言ったわけですね。まあ、使者と書いてありますけども、これはかなりの高官というふうに思われます。その方がミカヤに告げて、そしてそのことを言いました。ミカヤの答えは非常にクリアですね。非常にクリアです。14節、ミカヤは答えた。主は生きておられる。主が私に告げられることをそのまま述べよう。素晴らしいですね。この短い文章の中に2回出てきますね。主、主と出てきます。主が生きておられるんです。ですから主が語られることを私は語るだけですとはっきりと言っています。まあ、偽預言者といわゆる預言者の違いは何かというと、預言が成就するかどうかですね。預言が成就するならば、それは正しい預言者ですし、預言が成就しないんだったら、それは偽預言者というふうに言われます。もしこの件について引用するんでしたら、エレミア書の28章の9節とかですね、引用していただくと明確にわかると思います。先の預言者たちは鉄の角を持って、そしてこうですというふうに明確に語りましたけれども、ミカヤはここではっきりと、私は主の言葉を語りますというふうに言うんですね。力強いですね。神様はこのような方を求めておられるというふうに思います。神様は神様をお認めして、そして神様が現実に働いてくださるということを信じて、神様の言葉を、告げられた言葉を導かれていることを、それをする方を求めている。今日も同じように神様はそのこと、その人々を求めておられるというふうに思います。このミカヤの言葉のように、私たちも主は生きておられます。今日もこの日本において生きておられます。ですから私たちは主が語られている言葉しか語りません。神様が意図されていることしか行いません、というふうに宣言するものとなっていきたいものです。彼が王のもとに着きますと、王は私たちは行くべきでしょうか、それとも登っていくべきではないでしょうか、というふうにして聞きますと、彼は王に答えます。あなたは攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。結構難しい話です。14節では、主は生きておられる。主が私に告げられることをそのまま述べようというふうにして言ったんです。で、彼の答えは何かって言ったら、他の預言者たちと全く同じ回答をするわけですね。どうしたんだろうかなというふうに思ってしまいます。でも、なんとなくですね、このところには裏がありそうな、まあ、その後のですね、言葉を見ますと裏があるということは明確ですね。あなたは行きたいんでしょ、行きなさい、もうもし行きたいんだったらどうぞ行ってくださいというふうにですね、言ったようにも捉えることができます。王はですね、その言葉に対して反応してですね、もう何度誓わせたらお前は主の名によって真実だけを言うんだ、というふうにして言います。その言葉に、まあ反応してと言った方がいいんでしょうか。
このミカヤは、じゃあ本当のこと言いますよと、神様が何て言われたかあなたに伝えましょうというふうにして言われて、そして17節の言葉が来るんだというふうに私たちは受け止めることができるのではないでしょうか。神の言葉をそのまま語る、そのことを神様求めておられるんです。ミカヤはまさにそのことをこのところでしました。周りの状況はどうでしょうか。あのエリアのとバールの預言者たちと同じように、周りには400人の預言者がいました。エリアの時と同じように、ミカヤは彼らに対して全く反対のことを言うわけです。恐ろしくてしょうがないというようなことももしかしたらあったかもしれません。まさに彼はですね、その後、牢獄に入れられるというようなことになるわけですから、ですから恐ろしさがあったと思いますけれども、しかしもっと恐ろしい方は誰かということを彼はきちんと理解していた。ですから神様が語られた言葉を語らないとするならば、私自身は神の前に二度と立つことができないというふうに彼は判断して、そして彼はこの言葉を語ったのではないかというふうに思います。イスラエルの王は相変わらず自分の思い通りにしようとしている、そういう姿を見ることができます。そして18節でイスラエルの王はヨシャファテに、あなたに言ってではありませんか、彼は私に良いこと予言しないんですよ、だから彼の言葉は聞きたくなかったんですというふうに言うわけですね。19節でミカヤは言います。それゆえ主の言葉を聞きなさい、私は主が御座につき天の万軍がその右左に立っているのを見ました。そして主は言われました、アハブを惑わして攻め登らせ、ラマテギリアテで倒れさせるのは誰か、すると別の者はこうしようと言いました、そして偽りの霊を送りましょうと、惑わしましょうということになったわけです。だからあなたの周りにいる預言者たちは皆、この偽りを語っているんですよというふうにして言うわけです。もうこの言葉も非常に挑戦的な言葉です。周りにいる預言者を皆敵に回しているんですけども、すでにさらに挑発しているというような言葉に当たると思います。そこでこのケナーのこのゼデキヤが近寄ってきて、ミカヤの方を殴りつけてと24節に記されています。どのようにして主の霊が私を離れてお前に語ったというのかというふうにして言います。このゼデキヤもですね、神様から語られたと思っていたのかといったところなんですけれども、その鉄の角をですね持ち出して、そしてもう確信を持って彼も語っていたわけですから、主の霊が私を離れてそしてお前に語ったというのかというふうにして言って、彼に挑戦してくるわけです。しかしミカヤはもう毅然と立って、そしてあなたは奥の間に入って身を隠す、その日あなたは思い知ることになる、神様の裁きがその時に来ますよというふうに言います。でミカヤの方でですね、イスラエルの王はミカヤを捕らえるように言います。27節ではこの男を獄屋に入れ、私が無事に帰るまでわずかなパンとわずかな水だけ与えておけというふうに言います。ミカヤはこの言葉に反論します。28節、もしもあなたが無事に戻ってくることがあるなら、主は私によって語らなかったということです、そして全ての民は来なさいと言ったと書いてあります。もしあなたが無事に帰ってきて、そして私を懲らしめようとするんだったら、神様は私をこのところに使わせていないし、そして神様の言葉は私はあなたに語っていませんよ、あなたはそこで死ぬことになるんですというふうにはっきりとこのところで示しているわけですね。私たちは神様の言葉を持って、そして神様の言葉を語りたいと思います。そして主は生きて働いておられるお方ですから、確信を持ってその技をしていきたいものです。私たちはそのことについてごまかしたり、それから
うまく取り繕ったり、そして少し割り引いたりするようなことはあってはなりません。神様は私たちが神様の言葉をそのまま語るものを、またそのまま行動するものを求めておられるということを覚えていただきたいと思います。神様はミカヤを通して最後に、最後通告とでも言ったらいいんでしょうか、その言葉を語ります。イスラエルの王はその言葉に対してそれを受け入れようとはしませんでした。神様は本当にチャンスを与えてくださる方だと思います。でも神様はその執行もなさるお方です。私たちは危機を免れられるかもしれないその言葉を語られたときにぜひ受け入れたいものですね。そして願わくはこのミカヤのように主の側に立って、主は今日も生きておられる、私は主が告げられた言葉を語り、告げられた言葉を行っていくというその決心をして歩んでいくものとなりたいものです。お祈りします。天におられる私たちの父なる神様、あなたの素晴らしい御言葉のゆえにありがとうございます。あなたはチャンスを与えられるお方であり、また私たちに言葉をかけられるお方です。私たちはこの言葉を持って人々に語ることができます。また行動していくことができます。主の言葉を語り、主の御業を行うものとさせてください。愛する主の御名によって祈ります。アーメン。